ないで。ヤイズ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。第14回目を数える山ちゃんのコントリビュートなんですけれども、今日25日暑かったっすね。まあちょっとね、自分もちょっと訳あって、暑いのにこんなスーツでねきっちり着てますけど、今日はね、ワインソムリエの上田敦子さんをちょっと招いてお送りしますんで、ちょっとホットなね内容になってますんで、気温に負けず劣らずで番組も盛り上げていきましょう。ちょっと自己紹介をお願いします。はい、今御前崎で働いておりますワインソムリエ上田敦子です。よろしくお願いします。お前、もともと焼津の方なんですよね。もともと焼津の人です、はい。で、まあいろんなね、ホテルとか、まあ、そういうところでこうソムリエをやられてるということで、ちょっと僕が夢拾いっていうグループで、ゴミ拾いをね、ビーチクリーンをしている団体で御前崎の活動に参加してくれて、まあ、そこでちょっと知り合った中で、ちょっとね、僕が、まあ、やっぱりね、御前崎育ちっていうのもあるんですけど、はい、しかも漁師の息子っていうこともあって、ちょっとがさつなんでね。そうですか。ワインソムリエとか高級店でのちょっと振る舞いというのを学んだ方がいいんじゃないかと。で、今日はコントリビュートね、タイトルコールしてなかった。こんな感じで山ちゃんのコントリビュートで、もうちょっとこ、山ちゃんのコントリビュート2回ですね。すいません。で、もう今コントリビュートでちょっと僕の婚活をやっていこうという中で、もう人、もうなんていうんですか、相手がもうできてると、もうちょっといい感じになってる人と、じゃあお店にね、高級店にちょっと食事に行った時にどういう振る舞いをするべきかというのを教えてもらおうと。これね、多分皆さんもね分かってるようで分かってないかもしれないんで、ぜひねその辺ちょっと興味持ってみていただけたらなと。はい。で、設定は一応高級店っていうのは高級レストランでいいんですよね。はいはい。で、僕が一番ちょっとね悩むのは、はい、入ってまずロケーションがこうあって、はい、座るべき位置、はい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 、よく女性を、はい、奥に座らせるとか、はい、あるじゃないですか、はい、ただ奥に座らせちゃうと景色が今度見えなかったりすると、どっちがいいんだろうっていう、ね、そうですね、景色が見える席であれば、うん、やっぱり景色が見える席を女性に譲った方がいいですね。景色優先な。そうです、はい。あと入り口が見えない方、うんうん、はい、っていうのも結構。入り口が見えない方、まあ、本当はレストラン側でお客さんが入り口が見えないように椅子を配置するんですけど、はい、はい、おー、はい、やっぱ入り口見えると気が散るじゃないですか、うん。まあ、せっかくね、雰囲気のある店で、はい、これから楽しい話をしようとしてるのに気が散ってしまう、はい、そうです、そうです。あ、じゃあ入り口が見えない、はい、あるで、ロケーションがまあいい、ロケーションが良い席であればもう絶対的にその景色が見える方は女性ですね、うん、あ、なるほど、はい、皆さん聞きました？
僕も分かってるようで分かってないんでね、うん、なるほど、うんうん、でじゃあそこで席に着きました、はい、で高級店ってどんな感じなんですか。僕一応コース結婚式とか、はい、ああいうコースの料理っていうと食前酒とかあるじゃないですか、はいはい、乾杯酒ですね、うん、はい、高級店行ったことないんであれですけど、まあ、そういうのも出てくるんですか。それはまあお店にもよりますけど、まあ、本当にちゃんとしたお店ですと最初にお席に着くとまずメニュードリンクメニューが出てきます、うん、はいはい、で、はい、食前酒いかがですかって聞かれて、まあ、頼んでも頼まなくてもそれは大丈夫なんですけど、まあ、なるべくならそこで食前酒を頼んでもらって、うん、食前酒をいただきながらメニューを決める。うーん、はい、食前酒も選ぶんですか。はい、そうです。おう、うん、これ選ぶなんかコツっていうのはあるんですか。選ぶもうその時点で僕も多分ね、そうなんですね、おっていうね、あ、もういきなり難問を突きつけられたような。お酒が飲める方であれば、うん、まあ、シャンパンであるとか、あとこう、まあ、男性はあんまり頼まれないですけど、こうカクテルを頼んでみたりとか、うん、あとまあシェリーって聞いたことあります。シェリー酒、尾崎豊のシェリー、違います、はい、あれじゃないですね、はい、違います。シェリー酒は聞いたことないです。ワインを、うん、強いアルコールの酒精強化したものなんですけど、ちょっと強めのものでこうちょっとしか入ってないポルトガルだったかなのお酒なんですけど、それをこう頼まれる方も結構多くてですね、でも あんまりそんな最初から強いの飲まなくてもいいよっていうのであれば、やっぱりシャンパンとか、うんうん、そういったものが、まあ、その辺が無難でいい、無難で、うん、でもし女の人お酒私飲めないですっていう方がたくさんいらっしゃるので、そしたらノンアルコールのスパークリングなんかも今充実してますとか、あとノンアルコールのカクテルなんかもね、最近は結構時代的なものもあるんですけども、結構いろいろあるので、そういったものを頼まれて、うん、召し上がるといいと。その辺をこうスマートに、あ、まあね、お酒があんまり強くないよっていう方にはもうノンアルコールでもう勧めちゃって、はいはいはあ、はあはあはあ、はあ、で食前酒じゃあで乾杯しますと、はい、あとまたメニューを持ってコースとか決める。そうです、お食事いかがですか。その前にワイン決めるんですか。それすらも分かってない。あ、先にお食事ですね。飲み物とりあえず来てるんで、はいはい、で大体でももう予約の段階でコース決めてる方多いので、お店の人も決めてくれた方が助かるので、コースいかがしますかって言われることも結構多いので。なるほど、うん、だから僕のさっきガサスだって言ったんですけど、はい、僕の人生経験でいうと日本酒か焼酎しかないんですよね、はいはい、ワインに出会ったことがないんで、知識的には肉料理だったらロゼ、魚料理だったら白ぐらいの知識なんですよね、はいはい、で、じゃあコース先に決めてましたと、はい、で、じゃあもうワインどれにしますかって来た時に、はい、これ言っちゃっていいのかな、お任せでっていうセリフでいいと思います。いいんですか。いいです。ただまずまあレストランの人がこう、うん、メニューを持ってきて、もしまあワインをボトルで頼む設定だとするじゃないですか、うん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 、いかがなさいますかって言って、はい、でちょっと僕あんまりよくわからないんでお任せでお願いしますってもし私が言われたとすれば、メニューをお客様にこう見せながら、金額って口に言い出しづらいじゃないですか。あ、だから
どれくらいのものがよろしいですかねって聞くと言った時にメニューをこう指さしてくれると、あ、いくらぐらいのものだったらいいんだなっていうのがこっちが分かるって、いくらって口に出さなくてもメニューに書いてある金額を指さしてくれれば相手に気づかれずにこっちが、あ、分かりました。で、あとまあね、こうちょっとしっかりした方がいいですかねとか軽い方がいいですかねっていうのは聞きますね。はい、私あまりちょっと酸味が強いとちょっと無理なんですよって、ね、女の人もやっぱりいるので、うん、なるほど、ね、うん、いや、まあ僕とじゃあお相手として対峙してたと、はい、でメニュー表はこう見せずに、そうです、この辺で、はい、これくらいで、あの、選んでいただけますかって、うんうんうん、さりげなくこうこの辺でみたいな、ちょっとこっちはあの OK ってお店の人がこのお任せでは逆に店の人を困らせるっていうね、まあ、もう丸投げされるとちょっと困っちゃうんですよ、うん、いくらやっぱね金額大事なんですよ、言いづらいんですけどね、うんうんうん、あ、なのでメニューこうそしたらこれも、なるほど、一番かっこいい、はい、じゃあ、うん、あの、まあ変に格好つける必要もないんですけど、はい、あの、まあスマートにじゃあね、この辺でみたいな、うん、サクッと決めるのがいいってことですよね。そうです、でもないちょっと迷っても、あ、ちょっと見てももしわからないのがあんまり見てもねって、あの、うん、ワインの銘柄がこうずらーっと並んでても、はい、わかんないですよ、はい、多分だから、じゃあね、あの、じゃあ だいたいこの辺りぐらいってこう指さしてもらって、うん、はい、まあ、あとそこはもう金額でっていう部分の含めて、ね、あとまあ赤か白かっていうぐらいはやっぱり言ってくれないと、ああ、そこはでもね、あの、うん、肉でも白ってあるんですか。あります。 あるんですか。お肉料理に絶対的に赤ワインじゃなきゃいけないっていうルールはなくてですね、うん、あの、豚肉って赤い肉じゃないんですよ、白い肉に入るんですよ。あ、そうなんですね、はい、鶏もそうですし、うんうんうん、豚肉、鶏肉は白い肉で、まあ、牛とか鹿とかそういったものはもう赤いお肉に入るんですけど、うん、でも基本的にはソースの色と合わせたりします。はいはい、うん、はい、だからあの、ま、抹茶色って言ったらあれですけど、うん、マデラのソースとか赤ワインのソースとかそういった感じですとやっぱり赤ワインの方がいいですし、でサラッとしたソースだったら白ワインに合わせて全然、うん、これ皆さん知らなかったんじゃないですか、多分。本当ですかね。お料理のそのね、うん、はい、うん、色に合わせます。なるほど、はい、あ、コメントいただいてますね、はい、赤と白って何が違うんですか。なるほど、赤ワインと白ワインっていうのは、うん、まあ基本的にはブドウの種類が違うのが、まあ、一番ベースなんです、うん、赤ワインは黒ブドウができまして、うんうん、白ワインはあの白ブドウからできるのが、まあ、ベースなんですけど、巨峰とマスカットみたいな。そうです。あ、はい、なので赤ワインはあのそれこそ巨峰みたいに、うんうん、あの黒っぽいブドウからできますし、白ワインは、まあ、マスカットみたいな色のブドウからできるんですけど、ただあの黒ぶどうの皮を剥いてこうちょっと白ワインにする場合もあります。うーん、シャンパンってピノノワール、ピノムニエ、シャルドネっていうぶどうから作れるんですけど、あの赤いぶどうなんですよ。あ、なんか聞いたことあります。で皮を剥いてあの緑色のというか白っぽい状態にしてから発酵させるんですよね、うん、で白ワインもそうなんですけど、白ワインって皮を剥いてから発酵させるんですよ。ふーん。で赤ワインは皮のまま潰して色をつけてから発酵させる。ほう、はい、これなんか分かりますかね、なんとなく言ってることが。
ので、まあ、僕はでも、はい、なんとなく想像つきますよ、はいはいはい、製法自体 も違うんです、ね、違います、はい、なるほどね。で、まあ、オレンジワインっていうのが今結構人気があったりするんですけど、それは白ぶどうを赤ワインの作り方で作ったのがオレンジワインっていうんですね。オレンジワイン、そうなんです。皮のまま白ぶどうつけると、あの発酵するとこうオレンジ色になるらしくて、へ、でこれ昔から作られてるあの製法らしいんですけど、そういうのも、ね、あるんですけどね、うん、でも基本的には白ワインは皮を剥いてから、赤ワインは皮ごとつけてからへ、どうですか、あのご質問いただいた方答えになってますかねまあまあ、 あの参考になっていると信じて、で今日ごめんなさい、あの一応ね、今どうワインを頼むか、まあ、コースの料理に対してどうワインを頼むかという部分で、まあ、そこまでは一応スマートに行きました、はい、でワインちょっとね今日お持ちいただいたんですけど、これは今出しちゃっていいですか。あ、大丈夫です。はい、これ上田さんに直々にお持ちいただいたフランス産のワイン、これはバカラのグラス、まあ、なんか家にあったやつ持ってみちゃいあ、そうですって言ってもらえれば、はい、あ、そうですあ、チーンってね、あの、はい、乾杯する音が出ないですけど、はい、これは、ま、マナーっていうんですか、はい、それを教えていただける。そうですね、まずあのワインをボトルで注文すると、はい、まあ、ソムリエですとかお店の人が開けてくれますよね、はい、で、はい、でちょっとね味見するんですよね、コルクの匂いから、テイスティングみたいな。そうです。で、まあ、それは何でかっていうと、こうワインも長い年月を経てるものですとダメになっちゃってる場合もあるので、ちょっと味見して、うん、まあ、ダメじゃないねっていうのを確認してから、うん、はい、フレッシュなものだったらまあ少ないんですけど、熟成型のワインですとどうしてもね保存状態が悪いと無所値って言うんですけど、はい、ダメになってる場合があるんですよ、高いワインでも。ワインセラーとかに入れててもやっぱそうなっちゃう可能性。そうですね、まあセラーに入れてればあるんですけど、でもね、あるあります、うん、はい、あと輸送の問題とかもあったりするので、はい、あのダメになっちゃうって、それ飲むとお腹壊すとかそういうことではないですよ、ね、明らかに異質な匂いがするらしいです、はい、私でも当たったことないんですけど、はいはいはい、ほー、馬のなんとかの匂いがする、はい、はい、らしいです、うん、はい、まあちょっとねカメラの前では、うん、はい、なるほど、へー、それが終わりますと、あのお味見をお願いしますっていうので、うん、男性でしたらテイスティングをまずしなくちゃならないですね、うん、あとまあお客様が来た時とかホストさんとかでちょっと継ぐんですよ、まあ、私お店の人だとしたら、はいはい、ちょっと継いでほんのちょっとしか継がないです、うん、でどうぞって出される、そしたら少しこう匂いを嗅いで、あ、口に含んで、あ、大丈夫だよって、あのお願いしますって言うと他の女性の方とかついてくれるんですよね。ほう、はい、あの僕味とかよく分かってないんですけど、はい、あのそれはやっぱりテイスティングして、うん、まあこれでいいさみたいな。そうです、あの、ね、悪くなってないっていうのを確認するんですよ、はい、あ、なるほど、はい、うんうんうん、いいか悪いかの判断ですね。そうです、そうです、合ってるか合ってないかじゃなくて、それはね安心しました、はい、でここでちょっとね皆さんが勘違いされてることが一個ありまして、うん、でお味見お願いしますって言って自分の気に入らない味のワインだったとしますよね、うん、これ変えていいんでしょっていう方が結構いらっしゃる。でもそれはね、でも開けちゃってますダメなんですよ。ダメですよね。それをあのこれはほら自分の好きなワインかどうかをチェックするものだと思ってらっしゃる方も結構たくさんいらっしゃいまして、
これはあまり好きじゃないから変えてって言われるのはもう絶対的に NG です。 NG なんですね、はい、あのスギちゃんみたいにあの開けちゃっても変えていいんだぜとかね、そういうのはないんですね。ないです、ないです。なるほど、うん、それはあの本当にダメになってるか飲めるものなのかっていうのを確認してもらうだけのものなので、まあ、開けちゃったものはそのまま気に入らなかろうが飲んでいただくことになります。聞いといてよかったです、はい、あのいや今日ね、今日3つぐらいもう僕あれですよ、あの難関をクリアしました。あ、本当ですか、うん、まあ、もう本当に下手なこと言えばその交換も、はい、あのしちゃってたかもしれないです。あ、本当ですか。これちょっと、はい、うん、かっこつけてね、かっこつけてして、うん、あの味わかんないんで、うんうんうん、ああなるほど。でその NG 以外にもあるんですか、なんかご法度は。そうですね、まあでも皆さん最近はねよく知ってらっしゃいますけど、グラスとグラスをカチーンって合わせちゃいけないよっていうのはもうダメなんですか。ご周知の通りですね。え、ワイングラスは合わせちゃいけないです。ちょっと目の前でワイングラス高いんですよ、で薄いんですよ、うん、なのでカチンってやらないで目の前でスッて入れて、うん、なるほど、はい、あの さっきね、さっき僕冗談でバカラのグラスって言ったんですけど、はい、あれって乾杯した時のカチンっていうあの音が素晴らしいっていう方いたんですけどね、合わせちゃいけないんですか。ワイングラスは合わせちゃいけないです。あ、じゃあ乾杯してるあのグラスはワイングラスじゃないってことですか。でもないの、どうなんでしょうね。だから、まあ、ワイングラスもありますけど基本的にはウイスキー飲んでたりとかイメージがあるんですけど、あ、そっちの方が強いんですか。なるほど、ワイングラスもありますけどへえ。音がいいからってカチンってすると外れないのね、クスクスってなります。お店の人も、うん、でそういうマナーを知っている女性も、うん、あ、この人なんかカッコつけてるけどダメじゃんと、知らないじゃん。知らないし。はあ、どうですか皆さん、知ってました。知ってました。あ、知らなかった。本当ですか。いや今日ね皆さん、あ、多分ね中村さんも、うん、知ってたらびっくりするけど意外と何でも知ってそうです。いやでもへーの飲むにあたっては特に NG はないですかね。そうですね、あの日本人は、うん、日本人はっていうこと意外もうあのここステムっていうんですけど、はい、細い柄の部分ここを持ってこう召し上がる方も多いんですけど、欧米ですとこうやって飲んでも全然大丈夫なんですよね、うんうん、こう裕次郎みたくこうされる方たまにいるんですけど、ね、猫抱いてね。そうです、猫抱いてこれあの日本だとあまりやらないんですけど、あながちダメじゃないです。ダメじゃない。ただあのあいつかっこつけてるなと思われるかもしれないですけど、ダメではない。欧米の方はここ持って飲まれる方が多いです。意外と早いですね、進んで。いやへえ、あ、これでも大丈夫です。でもまあ大体この柄のとこ持って飲む人が多いですけど、僕多分こんな感じで飲んでると思います。おじいちゃん。へえ、いやでもそこまで、まあそこがまずスタートですけど、そこまでは多分スムーズにいけるようになりました。今日のねこの30分で。あ、ソムリエの方はお酒強いですか。私は強いですでも全くお酒が飲めないあのソムリエの方もいらっしゃるので、あの全員が全員お酒が飲めるとは限らないです。へえ、あ、お酒飲めなくてもソムリエってなれるんですか。なれます。ほう、あのテイスティングって試験あるんですけど、あれ飲まないんです、全部出します。あ、はい、お茶の品評会と一緒だ。そうです、そうです。へえ、なるほど、うん、まああの今日ちょっとね、やっとテーブルつきました、でオーダーもしました、
でそこまではスムーズにいけたんです。この第2回はそこからのテーブルマナーです。ちょっとね時間足んなかった、はい、これ多分ね第6回ぐらいまで続くと思います。わ、はい、かりました。はい、すいません、今日はね、ワインソムリエの上田さんに来ていただいて、楽しくね講義を受けましたけど、ありがとうございました。ありがとうございました。で6時からロバさんの番組で、心のままに味のある文字を描く己賞で、はいはい、ゲスト赤羽よし子さん、はいはい、で己賞楽羽道場代表の赤羽さんを招いての番組になります。で最後、コメントをいただいてます。最後ね、フランス料理にはワイン決まってないみたいです、はい、そこはね好き好みで、はいはい、今日本酒頼まれる方もいらっしゃいますよ。おー、はい、へー、まあその辺もね、はい、今度テーブルマナーの回で。じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。